はい、どうもお世話になっております。ガンダムフィックスフィギュレーションメタルコンポジット RX78-01N 極地型ガンダムロールアウトカラーがプレミアムバンダイより届きました。2020年2月予約受付開始、2020年の8月末発送分となります。販売価格が2万2000円となっています。はい、ではまず商品ページの説明文の方を読み上げますね。機動戦士ガンダムジオリジンのメカニカル交渉規格 MSD より極地型ガンダムロールアウトカラーが GFFMC に登場。地球での対環境試験用に試作された特徴的な黄色のボディを彩色&マーキングにて再現。モビルスーツ用マシンガン、シールドの新規武器も付属。さらにパーツの差し替えによりガンダム試作機1号も再現可能。はい、ということですね。商品名は極地型ガンダムなんですが、ガンダム試作機1号とのコンバーチブル仕様となっているようです。商品ページの RX シリーズのケースには、ガンダム試作機1号から RX78-02 へ矢印が伸び、また試作機1号から極地型ガンダムへも矢印は伸びています。はい、ということでまずこちらがね、極地型ガンダムとなります。では極地型ガンダムについての解説読み上げていきます。地球での対環境試験のために開発された試作機で、ガンダム試作機1号RX78-01 とは別のチームが担当し、試作機1号の余剰パーツと地上で調達されたパーツによって製造される。ロールアウト時はショルダーキャノン付きランドセルで、試作機1号と同様のイエローで塗装され、地上試験が行われている。その後白と紺のツートンカラーに変更され、地上試験で不要とされた宇宙用装備が地上用、水中用のものに換装されている。関節部に暫定的に防水用シーリングが施され、ランドセルをハイドロジェット推進機搭載型に換装して洋上試験が行われている。これら対環境試験は宇宙世紀78年に終了し、結果はサイドセブンに送られ、ガンダム2号機に反映されたと言われる。はい、ということですね。では続いて商品ページの説明文に今回のコンバーチブル仕様のガンダム商品化の、経緯のようなものが掲載されていますので、そちらは一部要約して読み上げてみようと思います。RX78-01N 極地型ガンダムは、その型式番号からも推察できるように、ガンダム試作機1号から派生したモビルスーツで、対地球環境試験のために開発された。RX78-01 の余剰パーツと、地球で開発したパーツで構成されている。カラーリングとマーキングも共通のため、その設定を活かして、ガンダムフィックスフィギュレーションメタルコンポジット極地型ガンダムでは、オリジナルの仕様を入れ込みつつ、パーツ差し替えによりガンダム試作機1号が再現できる。はい、ということでカラーリングとマーキングも、共通で形状も酷似しているというのがコンバーチブル仕様にて発売された理由のようです。さて、ガンプラの方のロールアウトカラーではない極地型ガンダムと比べますと、設定にて明言されている通り、配色やショルダーキャノンの有無、バックパックの形状などが相違として挙げられますが、 GFFMC では関節部のシーリングまでは再現されていません。また腰部リアアーマーの形状、すねからアンクルガードにかけての形状ほか細かな相違はあり、 MSD のサイトで紹介されている極地型ガンダムロールアウトカラーの設定画や、すでに立体化されたロールアウトカラーの HG とは解釈が異なるようで、今回の極地型ガンダムは GFF のオリジナル仕様ということになるようです。はい、ではパーツを実際に差し替えてガンダム試作機1号へ換装してみようと思います。
頭部のアンテナを差し替えます。胸部から腹部にかけての装甲を差し替えます。ショルダーアーマーの一部を差し替えます。左腕のビームサーベル用マウントラッチを差し替えます。腰部フロントアーマーとふんどし部分、そしてサイドアーマーを差し替えます。膝とふくらはぎの装甲を差し替えます。アンクルガードを差し替えます。足の甲、つま先、かかとの装甲を外して差し替えます。はい、あとはライフルやシールドなどの武装類を差し替えてガンダム試作機1号への換装は完了となります。はい、ではガンダム試作機1号についての解説です。サイドセブンにおいてテスト中であった機体、2号機に装備されていたショルダーマグナム砲がオミットされているが、マシンキャノンは装備されている。全身に描かれた線は運用時の負荷で装甲がどう変化するかの検証のためである。2号機とともにホワイトベースに搬入される予定であったが、ザクの強行偵察の時にアッシュ軍曹のチームと遭遇。アッシュ軍曹を含む2機のザクを撃破するも、至近距離でのビームライフル発射のため核融合炉の爆発に巻き込まれ、サイドセブンから流れている。はい、ということですね。さてオリジンの RX78-02 ガンダムについてはガンダムフィックスフィギュレーションメタルコンポジットとして2011年に商品化、されていまして、その後はオリジンのアニメ化を記念して、また40周年を記念してなど、その都度パッケージだったりカラーリングやマーキングなどをリニューアルするような形で再販されています。はい、そして今回の極地型ガンダム、また試作機1号についてはそのオリジンガンダムをベースにアレンジされているようです。はい、こちらがセット内容となります。ハンドパーツは本体付属の握り拳以外に交換用手首として左右各3種付属しています。こちらが交換用アンテナです。こちらがショルダーキャノンです。ビームライフルは2種類付属しています。いずれも腰部背面にマウントが可能です。ビームサーベルグリップは合計で6本付属しています。バックパック、左前腕、シールド裏などにマウントが可能となっています。サーベルエフェクトは2本となります。こちらがハイパーバズーカです。腰部背面にマウントが可能です。こちらが MS 用マシンガンです。マガジンが腰部両サイドアーマーにマウントされます。シールドは極地型ガンダム用とガンダム試作機1号用と2種類付属しています。極地型用のシールドはバイポッドが収納されています。展開して自立が可能となっています。
ガンダム試作機1号用はサーベルグリップだけでなく、ビームライフルもマウントが可能となっています。それぞれバックパックへのマウントが可能となっています。こちらがコアポッドです。腹部への収納が可能となっています。こちらが試作機1号用乾燥用パーツ一式となります。こちらが専用の台座となります。はい、稼働はご覧の通りですね。ベースは2011年発売のものなんですが、肘も膝も180度近く曲がりますし、股関節も大きく開脚が可能です。十分に広い可動域ではないでしょうか。ただ唯一腰の回転の範囲は狭く感じさせます。特徴的な部分を取り上げますと、肩関節の基部は大きく引き出しが可能となっています。コックピットのハッチは開閉が可能です。膝のカバーは取り外しが可能で、内部のスラスターを展開することが可能です。ふくらはぎのカバーが開閉可能で、スラスターが展開します。肩、肘、股間、膝、足首など主要関節にダイキャストが使われていて、適度な重量感があります。明確なスケール表記があるわけではありませんが、100分の1スケール相当といったところだと思います。はい、ということで以上、ガンダムフィックスフィギュレーションメタルコンポジット RX78-01N 極地型ガンダムロールアウトカラーのレビューでした。どうもありがとうございました。それでは失礼いたします。